海天山古墳は、香川県丸亀市綾田町栗熊東、福間にある古墳。形状は、前方後円墳。国の史跡に指定されている。香川県では、第2位、四国地方では、第3位の規模の古墳で、4世紀中央頃の築造と、推定される。 香川県中央部、丸亀市南東部の横山山系から南に伸びる、尾根の先端部に築造された、大型前方公園墳である。公園部墳町には、江戸時代の遠服寺僧侶の開店、貝山、優雅の墓が残り、開店山のお山名、古墳名はこれに由来する。調査は1950年に、地元中学生による露出石棺の発見とそれに伴う発掘調査が、 なされたのを契機とし、その後数字の発掘調査が実施されている。噴景は前方五円形で前方部を北方向に向ける。噴球は公園部では3段以上の蓄生で、前方部では3段蓄生。噴球長は98.8メートルを測るが、これは香川県では富田茶臼山古噴に次ぐ第2位、四国地方では第3位の規模になる。 紛球表面では、吹石の他円筒派に割列が検出されている。紛球周囲に、修行は認められていない。主体部の埋葬施設は3基からなり、縦穴式せっかく2基、縦穴式粘土角1基が、いずれも公園部に設けられている。いずれも内部に、栗抜き式先丈形石管が据えられ、管内以外からは、人骨の他多数の副葬品が検出されている。 この回転山古墳は古墳時代前期後半の4世紀中央頃の築造と推定される。築造当時としては四国地方で最大規模で、主球の大きさはそれまでの直径30から40メートル程度から直径60メートル程度へと大きく飛躍を見せており、以後も大型前方後円墳の築造は三谷、石州古墳、富田茶臼山古墳へと継承される。 開天山古墳自体としては、サヌキ型前方後円墳と呼ばれる、サヌキ地域独特の特徴と機内主張簿の特徴を合わせ持つほか、本古墳を契機とする、り抜式石棺の使用外語は、サヌキを中心に、機内、機微まで広がることから、機内との政治関係を表す古墳として注目されている。古墳域は2004年に国の史跡に指定されている。 公園部から前方部を望む古墳の規模は次の通り。墳球の前方部は農地開発に伴う農道整備、養鶏場設置により一部作兵を受けているほか、中ほどでは切断がも受けている。墳球は斜面上に丘陵主軸と平行に形成されており、前方部を髪型とする。そのうち前方部は地山削り出しに、公園部は 地山削り出しと森土による。また、墳丘のテラス面には、円筒派輪列が巡らされ、テラス間の斜面は、吹き石で覆われている。公園部墳頂右奥に第一主体、左奥に第二主体、右手前に第三主体。中央の乱闘は、江戸時代の総開店の墓。主体部の埋葬施設としては、公園部に次の三期が認められている。第一主体。 第2主体は、公園部中心点を挟んで、東西対象に配置されるほか、第3主体は、中心点から北寄りに配置されており、3期とも、運休主軸と、並行する。石材はいずれも高松市国分寺町和市の山さんの、返球安山岩。石管3期の製作は、第2主体第1主体第3主体の順と、推定される。これらのり抜式石管は、 栗抜き式木管に代わるものとして採用されたもので、採用古墳としては、全国で最古期に位置づけられる。また、回転山古墳石管と同形態の石管として、石材は異なるが、石山古墳の石管が知られる。石材に用いられている和紙の山さんの、返球安山岩については、張馬国風土記過去群、大国里城に、沖永大姫命が、 対中に死命の埋葬の際に、三期国は脈石を求めたとする伝承が見られ、機内との関係が注目される。なお、前方部先端部には、組合式箱式石棺が四期以上存在したとされ、その石棺からは、主文鏡も出土したというが、その石棺等は上述の農地開発に伴い、失われ現在はつまびらかでない。 これまでの調査で検出された主な出土品は次の通り。第一主体の館外出土鏡片は十分円方角菊子人鏡で直径1 8 5トル十二子の文字、超乗り駒語の文字を有し、中国語完成期の作とされる。第二主体の館内出土鏡片は内向下門鏡で推定される、復元直径は1 2トル 第三主体の管内湿度鏡も内向下門橋で直径 9cm。第三主体の管外湿度鏡辺も防制の内向下門橋と推測され直径 12cm。所在地交通アクセス注射区出店。ありがとうございます。